新しい自分と巡り合うために、ここから一緒に踏み出そう、ザイナスアカデミー。そうだと思うんですけど、ね、あと社会的にもコロナの影響で、いろいろ大変な、ねまあ、上半期というか前半を過ごしたと思うんですが、うちの学校ももちろんですね、いろいろコロナの状況の中いろんな変更がありました。でもですね、長きこの地球の歴史に刻まれ、確かなことを奇跡と呼ぶのだろう。永遠に星は流れ、瞬くその間に人が追い出す夢と希望の舞台に、私とあなたが街のざわめきが歓喜の叫びへと変わる、時がまた一つ